これってどういう商品ですか？これはですね、まあその名の通りお掃除綿棒ということで、はい、いわゆる耳かきの綿棒とはちょっと違いまして、はい、清掃用品、はい、清掃具としての綿棒になります。確かにこの辺りっていうのはいわゆる耳掃除、耳かき用の綿棒に形状見た目一緒です。ただいわゆるお掃除道具として設定されてますので、はい、細かいことを言いますと球ですね、はい、こういう頭のところですね、はい、すごくこう硬く作られてて、いわゆる耳かき用の綿棒ってすぐにこうワシャワシャと、そうですね、ちょっとこすったりするとワシャワシャっと広がってしまうんですけど、はい、もっといろいろ細かいことあるんですけど、はい、認識としてはすごく硬くなってて掃除に特化した綿棒になってます。お掃除の用って書いてます。そうですね、はい、この隣にあるやつはちょっと細いですよね。そうですね、はい、細くて長い、細くて長いのでもっと狭いところに入れます、はい、あと3種類は軸の部分が紙ではなくて木になってます、はい、なのでしなるのと、あとは強度的に紙よりも強いのでもう少しこうハードに使えますよという形の商品になってます、はい、いわゆる普通の綿棒ですと先が丸っこい形で、まあ、これはこういう特殊な形状ですね、まあ、頭の部分をスパンと落としたような形状になってます。これはどういったところで活躍するんですか？これがどうしてもこの丸い形だと点でしか接触しないので面で当てて掃除ができるように、そういうことですね。本当にそのサッシのところとか狭くてどうしても当てにくい、掃除しにくいっていうところにはこういう形状が実はおすすめなんです。角もしっかりと、まあ、垂直に近い形で立ち上げて端っこまでしっかり作業ができるような形状になってます、はい、であとは洗剤とか、はい、そういったものをつけていただいて、使えますので、はい、普通の綿棒だとそれだとガタガタとなってしまうので材料から選んで作られています。で最後のも先はこう円錐、そうですね、立ち上がった壁のところとか、はい、この角度が三角形ついてるので、はい、合わせながらもう掃除できます、はい、いうような形状になってます。もう一つちょっとこういう商品を今回新たに出してます。何が違うんですか？もともとの綿棒はどちらも頭がこう綿球ついてるところ白だと思うんですけど、はい、これ片側黒くなってます。材質が違うってことですか？ではなくて綿棒をベースにして上から研磨剤をつけてます。こびれついてしまったちょっと頑固な汚れだったりとか、はい、ちょっと錆びてるよみたいなのとか、はい、っていうのがどうしても落としきれなかった研磨剤、そこをつけることによって、まあ、一つはそういうものが削れるんじゃないかいうのと、あとはまあお掃除と関係ないんですけども、はい、プラモデルとか細かい検索研磨のところにもこういうものを使ってもらえるんじゃないかなということで商品化してます。ついてる研磨剤の粒度がまあ4種類ありますので、すごくこびれついてるよ、まあ、汚いよっていう時はこういう240番の粗いものを使っていただいて、はい、軽い錆、汚れであれば例えば1000番、はい、あとは検索するその対象物、プラモデルやります、はい、樹脂やりますっていうのにある程度合わせてもらってお選びいただければいいかな、はい、削ったり、まあ、傷をつけたくないところに関しては、はい、使わないでいただきたいのと、はい、先ほどご説明させてもらったお掃除綿棒もそうなんですけど、はい、一般の耳かきに使われるものって滅菌の処理をしてるんですよ、まあ、人体に使っていいような処理をしてるんですけど、はい、この辺りそんなしてないので耳使ったりとかいわゆる体に対して使うと良くない、そこに関してはやめてくださいと。そうですね、こんなんもね、はい、いわゆる剥がし、こびれついた汚れとか、はい、そういったものを剥がせるように、ここ少し剥がついてますと、はい、で形状も、いろいろあったりとか、はい、で、これはちょっと樹脂のスクレーパーみたいになってますけども、はい、あんまり傷つけたくないところには、こういう樹脂のものの方が合ってますよね。でこっちはこっちも中間ですか ね、それももう少し水回りで、汚れを落とすところだったりとか、はい、まあ、少し磨くみたいなイメージ、はい、のものも入れてます。あ、で、まあ、使いたいところによって、はい、用途分けもしてます。あ、本当にこう汚れっていろいろあって、はい、その対象物何に汚れがついてるかによって、はい、まあ、こういう鉄だったりとか、はい、こういう樹脂だったりとか、はい、そういったものでやっぱ使い分けていった方がいいんじゃないかなと。なるほど。こういったブラシ、ブラシのここの材質が違う、ね、そうですね、ワイヤーだったり鉄のワイヤーだったり、はい、まあ、ステンレス、はい、で、あんま傷つけたくないところはこういう塩ビの樹脂系のもの、はい、使ってもらうとか、はい、何やというと
先はチャンネルブラシ、はい、でグリップのところにだけ、まあ、少しゴムを巻いたような、はい、グリップをつけてます。短時間でなくてやっぱ長時間ね作業するとその差っていうのすごい出てきまして、はい、ちょっとでもこうやってゴムが巻いてあるとか、はい、握りやすいっていうところでこれは握りを追求したグリップです、はい、こっから先ここだけがまあ変わっていくよというイメージで先端交換ができる、ね、そうですね。あ、いろんな種類ありますね。やっぱり6種類、はい、いわゆる普通の光線ワイヤータイプ、真鍮タイプ、はい、ステンレス、はい、これがナイロンなんですけど、研磨剤が入ったナイロン、はい、でこれがナイロン塩ビ、はい、緑ですね。でこれが豚揚げ、豚揚げということで、まあ、こんな風に種類はいろいろ出しながら触ってもらったら分かるんですけれども毛先の硬さと、まあ、腰も違いますし、ね、傷をつけたくないのであればナイロン系を使ってもらう、まあ、豚毛を使ってもらうという形でいろいろ分けて、はい、で使い分けもしていただいていると思います、はい。まあ、単一の毛でも良かったんですけれども、はい、当然こうゴシゴシと作業をした後にゴミが出てきますよね、はい、まあ、それを払いたいだろうということで、はい、こちらはまあそうやって削るといいますか、はい、近い少し硬い毛を使って、はい、こちらはナイロン、はい、まあ、払うですね、はい、毛を2つ植えてます、はい、こっちでこう削って払ってっていうのがまあ1つでできますよ、はい、であとはまあ一応穴ここに開けてるんでね、はい、使わない時はどっか吊るしとってもらってもいいかなというのにも便利なような形状をとってます。すごいですね、はい。であと2つがですね、はい、ブラシの形状もちょっとずつ違うんですけれども、はい、共通してるのがですねお尻この三角のところですね。ここがですね一応、角が立って少し硬くなってます、はい、樹脂の成形になってますんで当然ブラシでこう削る作業の中にこうやってもっと狭いところをこそぎたいというか、はい、ガリガリしたいシーンっていうのが多分出てくるんで、ね、作業としてはすごくニアな作業なので、はい、そういったところも考えて、まあ、ブラシと、まあ、いわゆる簡易のスクレーパー、はい、2つ道具を持つ、まあ、持ってほしいんですけれども、はい、我々としてはそうですよね。まあ、ただそれが1つで済めば使っていただいている方にはまあメリットがあるんじゃないかなということでこういう形状を取ってます、はい、いわゆる普通のブラシ形状のものと、はい、こういう風な筆っぽい形ですね。例えばこう窓のサッシとかね、はい、こう角になっているところですかね、ドン付きのところ、はい、立ち上がっているところまで届かないんで、例えばそういう角はこういう細いものでやってもらえれば、はい、作業としては成り立ちますよ、ね、あ、なるほどですね。いうのが、まあ、この形状の強みです、まあ、それがある程度できるようになっているのがこういう曲がったタイプ、まあ、J 型とこういうものなんですけど、それでも取り切りにくいところとか、まあ、樹脂成形ちょっと難しいのもあるんで、はい、こういう別パターンで準備をしてます。この辺りに関しましても、まあ、同じようにでちょっと邪魔になるんでこんだけにしますけど、はい、一緒ですね。ナイロン、はい、ステンレス、はい、パッキン、はい、という形で、あと真鍮ですね、はい、4種類で3形状、はい、2年ぐらい前ですかね、はい、まあ、新商品として発売させてもらってて、こちらに関しては徐々に売り上げも増えてきてまして、はい、まだまだ使っていただける方いらっしゃるんじゃないかなというところでもうちょっと売りたいなと思ってます。そうですね、はい、こちらもちゃんとフックがかけれるように穴が開いてますんで、穴が開いてますんで、まあ、もういざ使わないときはヒュッとかけて保管しておいてもらえるというような形ですかね。はい、じゃあこちらはホームセンターやネットショップ金物屋さんで販売してるってことなんで、そうですね、はい、まあ、商品の情報はまたどこかに概要欄とかに、はい、記載されると思いますので、ぜひぜひご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価、あと LINE の公式アカウントも開設いたしましたのでそちらの登録お願いします。